皆さんこんにちは、トゥキヨです。というわけで本日なんですけれど、私トゥキヨの大学の成績、卒業発表、卒業できるかどうかの発表の日になります。これまでショート動画の方で成績発表の動画上げていたんですけれど、本日最後となる卒業発表の日なんですけれども、本日はそれを皆さんと一緒に確認していただけたらなと思い撮影しております。自分で言うのはあれなんですけれども、結構大学は真面目に行ってましたし、ちゃんと課題も出したし、卒論とかもちゃんと提出はしているので大丈夫だとは思っているんですけれども、なんか君単位なんか足りてなかったから、あーもう一回取ってみたいな、それがワンチャンあるかもしれないじゃないですか。無事に成績が良くて卒業できてたら、大学関係の動画、成績については終わりですし、まあ留年してしまっていればもう一回大学行くことになってしまうので、まあ動画のネタというふうにはなるんですけれども、お金がなくなるので本当に本当にやめてほしいということで、ね、早速確認していこうと思います。というわけで早速ね、見ていこうと思います。でこちらに実際のパソコンの画面映しているんですけれども、学校の情報を僕一切公開してないのでモザイクかかってるんですけれども、一緒に見ていってください。もうこちら右の方にね、成績の通知書っていうのがありますので、卒業発表されてから3時間ぐらい時間的には経ってるので、回線もすぐに開けました。早速ね、見せていこうと思います。いきます。白く よかったー。見てください、ここ卒業。よかったー。習得単位数、127単位、ちゃんと成績不足の部分もないので、無事に卒業できました。科目名とかもちょっと正直見せられないんですけれども、ここですね、87点という風にね、いい成績を先生にいただいております。いやー、今改めて思えば、60点から単位って取得できるんですけれども、60点ちょうどね、成績終わってんのが、2教科ぐらい、そうあるんですよ。つまり、ここをどっちか落としていたりしたら、まあ留年してたっていうことになるんで、いや恐ろしい。よくやった俺。というわけでね、無事に卒業できました。いや、これまでね、学費本当に頑張って払ってきて、奨学金300万近く全然残ってるんですけれども、それでもね、ちゃんと頑張ってアルバイトして稼いだお金、授業つぎ込んだし、時間ない中課題とかテストちゃんとやってきた自分で言うのもあれなんですけど、ちゃんとその成果出たからこそ卒業できたのかなと思います。結構ね、大学1、2年生の頃って遊びたがる時期だと思うんですよ。僕も本当だったら遊んでたのかなと思うんですけど、コロナの影響で結構時間、それこそ人と会う時間っていうのがなくなってたので、それが逆に僕を大学にいさせてくれた、むしろ理由になってるのかなと思います。交通費とかいろいろ浮いたお金っていうのもあるので、結構助かってた部分はあるんですよね。まあ、いろんなそういった事情とか重なり合ってゲットできた大学卒業という、まあ、肩書きなので、まあ、この4年間の時間というのを無駄にしないように、せめて1年以上は働きたいなと思っています。これから大学4年生になって卒業論文とかいろいろ頑張る方いると思います。大学4年生怠けず頑張ってください。